1998年の夏に放送された俳優反町隆史主演の連続ドラマ GTO が26年ぶりに復活し、カンテレフジテレビ開局65周年特別ドラマ GTO リバイバルとして1日午後9時から放送された。同作の無料見逃し配信カンテレ動画 TVer の再生回数が放送後1週間で370万回を超え、民放単発ドラマの再生数歴代1位を記録したビデオリサーチにて算出。同作は15日午後11時59分まで TVer で無料配信中。また1998年放送の GTO も30日午後11時59分まで配信されている。